はい、どうも、ホソピーです。さて、今日はですね、Amazon で買ったものですね、これ紹介したいと思います。で、まあ、ここにパッて映ってるものがそうなんですけれども、まあ、特にガジェット系のものはですね、今日紹介していきたいと思います。ということで、本日も行ってみましょう。ホソピーチャンネル。はい、ということで、まあ、ガジェット系のものでですね、欲しいものって結構、こうね、もう揃えているところがありますので、あんまりこのセールになった時にセール対象商品をがっつりね買うっていうことがですね、まあ、実は結構少ないというところなんですよ。これがまあぶっちゃけなんですよね。で、今回ですね、買ったものでガジェット系のものってここに並んでるものなんですけれども、まあ一つがピタカのケースですね。はい、久しぶりに買いました。13 Pro 用のピタカのケース、これが一つ目で、二つ目がアンカーの充電器、まあ三つ目もアンカーの充電器ということで、これワット数と口がちょっと違うんですけれども、まあ、後ほど細かくやっていきたいと思います。ということで、このね3点かな、あとはまあ紹介するにあたってちょっと小物ね置いてるんですけれども、まあ、これぐらいというところで、で、実はこれ買ったものすべてセール対象商品ではありません。ということでですね、セール対象になってるよっていう風に皆さんに紹介しつつ、自分はセール対象になってないものをね結構買ってしまったりっていうところがまああるんですよね。まあ結構あるあるなんですけれどもね。はい、ということで、まあ買ったもの、ガジェット系ね、まあここにあるものを順番に紹介していきつつ、で、私がよく紹介していた、はい、こちら、もちろん豚麺買っておりますよ。はい、豚麺買っておりますし、この水とかね、まあこういったものはもう買っているというところで、それ以外でガジェット系はまあこれぐらいかなというところですね。あとはね、まあそんなにね、ガジェット系のものはやっぱり今回もなかったので、まあそれぐらいかなということで、まあ主にですね、まあピタカのケースとアンカーの充電器というところで、ちょっと細かいところね紹介していきたいと思います。はい、では最初にですね、アンカーのねこちらの充電器ですね、これね、まあおすすめしているものはよく 20W の小さいやつを紹介しておりまして、今回ねあのセール対象になっていたのがこのアンカーのケーブルとセットになっている 20W のものだったわけですね。で、 20W で十分な場合っていうのはもちろんありまして、 iPhone13 Pro、 まあこの iPhone だけだったら 20W で十分なんですよ。今ね急速充電 20W にね対応してますから、まあ、これより大きいワット数のもので iPhone を充電してもそれ以上早く充電できるっていうことはありませんので、 20W だろうが 30W だろうが同じスピードになってしまうというのがあるんですけれども、私ねなんでこれ今回 30W 買ったのかっていうと、まあ、iPad Pro 用ですね、あの iPad Pro の11インチがあるんですけれども、それって 27W の急速充電に対応していると言われておりますので、そうすると 20W だとですね最高スピードを出すことができません。ということで 30W、 はい、これ買いました。で、これねデザインもね非常にねかっこいいんですよ。こんな感じでね、こうメタリックグレーっていうのかな、このね色味が非常にねかっこいいというところで、まあこれを購入したというのがまず一つ目ね。これ 30W になっております。で、 AC アダプターのこの口の部分、これ折りたたみとかできないタイプになってますから、まあカバンとかに入れて持ち運ぶときにはちょっと注意が必要ではあるんですけれどもね。で、あと口数は一つです。 USB-C がここにつきますので、このようなケーブルね、 USB-C ケーブルを挿して、はい、反対側はライトニングですね。これで iPhone を急速充電することできますし、 iPad Pro、 こういったものをですね急速充電したい場合には USB-C のケーブル、まあ、これをつなぐことでですね、はい、iPad Pro の11インチに関しては急速充電することができるというものになっております。これがまあ一つ目ね。で、二つ目がこれ、今回これね初めて買ったんですけれども、まあこちらに貼っておきます。はい、商品名はねアンカーの521っていうね、そういった型番がついておりますけれども、これはですねちょっとねこの 30W よりも大きいんですよ。こんな感じね、ちょっと大きいです。で、 40W に対応しているんですけれども、 40W でなおかつ口が2つあるので iPhone2 台を急速充電することができます。 iPhone12 と iPhone13 とか、まあ、複数台ねお持ちの場合には、まあ、これでですね2口挿して2つとも iPhone を最高 20W のスピードで充電することができる。で、1つだけで充電している場合には最大 40W の出力になりますので、 iPad Pro 11インチとかも 40W あればね急速充電することができますので、まあ、そういう使い方ができるということでですね、まあ、私もあんまりねこう口数が多いやつあんまり買ったことないんですが、ちょっとこれはですね大きさがねややボテッとした感じがあるので、まあ、持ち運びというところに関しては、まあ、重さが出てくるかなというところではありますけれども、これもね、まあ、私もですねよく2口を例えばここのですね
Apple Watch、はい、Apple Watch の充電で、まあ、モバイルで持ち運んで充電するときに使ったりだとか、あとはまあもちろん iPhone の充電っていうところで、この2つのケーブルをよく使うというところで、こう2口欲しいなと。今までね、20W のものを2つで持ち運んでたので、これをね、1個でまとめることができれば、まあ、スムーズになるかなというところで、これを購入したというところですね。まあ、これね、いずれにしても、セール対象ではね、なかったんですけれどもね。まあ、この2つね、気になってる方はですね、概要欄にリンクを貼っておきますので、まあ、そちらからチェックしてみてください。はい。では、次、最後ですね、ガジェット系で買ったものはこちらということで、ピタカのですね、マグケースですかね。はい。こちらのケース、久しぶりに買いました。で、以前も、ピタカのケースね、使っていたことがもちろんありましてですね、これは iPhone 12 Pro 用で使っておりました。まあ、こういうね、まあ、一つのカラーで全部が統一されているようなタイプですね。こういうものはよく使っていたんですけれども、今回ですね、こんな感じでワンポイントで、縦にですね、はい、ラインが入ってるんですよ。これがね、またかっこいいなというふうに思いました。で、今までの、まあ、12 Pro 用とかだと、これマグセーフ充電には対応してないタイプのやつだったんですけれども、まあ、これですね、マグセーフ、はい、このように、マグセーフ充電にも対応しているというところで、磁力もね、かなり強いんですよ。これを実際にこう、つけてみるとですね、これつけてみますよ。はい、こんな感じ。で、ちょっと取りにくいぐらい、磁力が強いです。非常に強い。というところで、マグセーフ充電に対応していて、なおかつ、重さも軽い。重さもね、測ったんですけれども、はい、24g というね、非常にね、軽量になっております。Apple 純正のですね、このシリコンケースね、これもマグセーフ充電対応のケースになっておりますけれども、これがね、はい、29g 重さありまして、これよりもさらに軽くて、マグセーフ充電に対応したケースというところでですね、まあ、これを購入したということですね。ではちょっとね、シルバーに合わせてちょっと装着してみます。はい、こんな感じで装着は非常に簡単でございます。で、このシルバーのね、色味がカメラバンプのところね、見えますけれども、ここからこの覗くカメラバンプが非常におしゃれですよね。そして、縦のね、このラインがね、アクセント効いてていいなというところでこれ購入したんですけれども、まあ、重さも軽いし、ガード性能もかなり高いというところで、ピタカのケースは、まあ、以前より使っていて、これをつけてるときに、まあ、ケースが傷ついちゃったとか、すぐにボロボロになっちゃったってことはないので、まあ、今回ね、久しぶりにちょっとピタカ使おうかなと思って購入したんですけれども、まあ、ただ弱点としては、軽量化を図っているがゆえにですね、ちょっとむき出しの部分っていうのが出てくるんですよ。この下部の部分ね、ここはね、比較的傷がつくとか、そういう可能性って今までもなかったんでいいんですけれども、この上の部分、はい、ここね、切り欠きありますよね。この上の部分って意外と傷つけちゃうので、ここがむき出しであるっていうのは、ちょっと気をつけなきゃいけないなっていうポイントです。以前もちょっとこの辺傷ついたことあったんでね。で、ボタン類のところもですね、こう、えぐられておりますので、ここもね、剥き出し状態。はい、このね、サイドボタンのところもね、このようにね、剥き出し状態になっておりますので、使い続けていく上では、ちょっと注意が必要な部分もありますが、まあ、手に馴染むっていうのかな。まあ、重さも軽いし、厚みもないので、まあ、より裸に近いような状態で使うことができて、しかもデザイン的にも非常にかっこいいというところが、まあ、ピタカの売りかな。はい。ということで、これかなりね、なんていうのかな、これ、浮き折りっていうのかな。結構高度なね、技術を使って、まあ、このように折り込まれてるみたいです。アラミド繊維というところでね、ピタカのケースはね、そのアラミド繊維というところが、まあ、非常に特徴的ではあるんですけれども、まあ、このようにですね、より裸に近いような状態で、それでもね、しっかりとガード性能を高めたいというような方には、非常に向いているケースではないかなというところですね。はい。ということでですね、まあ、ガジェット製品ね、以上3点ですね、初売りの対象製品ではないにもかかわらず、まあ、買ってしまったというところでですね、まあ、これは私がね本当に欲しかったものというところでですね、セール対象になってなかったとしてもですね、まあ、欲しいなというところで買ってみたんですけれども、まあ、ピタカのケースもですね、気になった方、これ結構高いんですけれども、非常にこう物持ちいいし、長い年月使っても非常に丈夫で長持ちしますから、まあ、気になった方はですね、概要欄にねリンクを貼っておきますので、そちらからチェックしてみてください。細Pチャンネル。はい。ということで本日は Amazon の初売りで買ったもの紹介というところでですね。まあ主にね、ガジェット製品はこのね、3点ということでね、アンカーのね、充電器が2つと、そしてピタカのケースというところでね、3点紹介してみましたけれども、セール対象ではなかったとしてもね、まあ買ってしまうなっていうぐらいね、まあ品質はまあ安定しているというところになりますからね。まあアンカーは外せないよね。やっぱりね、ガジェット系の、まあここ最近のグッズというところでアンカーね、もうこの充電器以外にも、完全ワイヤレスイヤホンだとか、モバイルバッテリーとかね、様々な商品
品出てきてますから、その全てがね高品質な商品が多いというところで私も使い続けてしまっているんですけれどもね、はい、これはまあ非常におすすめです。でピタカのケースもね裸に近い状態で使うことができるというところで、まあ、シルバーにはやっぱりこのデザインね結構合ってますからね、同じものを使ってる方でですね気になった方はね、まあ、チェックしてみていただけるといいのかなというところです。はい、ということで本日の動画は以上で終わりにしたいと思います。この動画が役に立った、面白かったと思っていただいた方、ぜひね高評価チャンネル登録の方もお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。